はいじゃあよろしくお願いしますえー、今回は高校受験対策の図形シリーズ第40弾やっていきましょうでシリーズはね40本目になるわけなんですがここから2021年のスタートとなりますのでどうぞ今年もよろしくお願いしますまあ、何本ね取れるかわかりませんが過去ログもまか、あ、過去のね動画も含めてぜひねあの受験勉強のお供に使ってみてください で今回は問題にもありますのでまず1回動画止めていただいてぜひチャレンジしてくださいで分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれでは画面下げますお待ちくださいほおいい感じよしじゃあいきましょう で今回は、まあ、2問だけなんですけどまず1番が証明から入っていきます。でまあ図はね一応書いておきましたこれ1番用でこっちは2番用になってるんですけど、まあ、半円がありますとで半径3です。ちょっと今書いいてないんですけど覚えておいていください半径3ねであとは PQ こう打って、まあ、引いて引いてっていう感じです。こっちはねここが9 0度っていう条件がついてるんでまあ後ほど説明しましょう。 1>, で1番はこの時に三角形 RQS ここですね射線引いておきましょうかここと、えー、RPQ このさ、えー、と照明にも、まあ、個人的にレベルというか、まあ、レベルーもちろんあるんですけどやりやすさの部分でいうと図形が重なってるって嫌ですよね、まあ、想像しにくいこの2つがね重なっちゃってるものってやりにくいんですけど で、もちろん慣れてる方は別に重なっててもね、まあ、このまま考えていけるとは思うんですがもし「あー重なってるわかいに聞い面倒くさい」って思ってしまう方はあの出しちゃうといいですものをどういうことかっていうと今じゃあ青の方からいこうか自分でかいのを基準にしちゃうんですがで三角形 RPQ 青の方ねでこれをこのまんまねあ色分けなくていいからねみんなは普通に書くときはシャーペンで書いて「RPQ」 って出しますよねで、もう一個の三角形が、まあ問題文に書いてありますけど、三角形 RQS なんですよね。RQS。で、これを、えっと、文字の、三角形に書いてある文字の順番って、もちろん対応してる順番になってるので、RPQ、RQS なんですよ。だから、同じように RQS になるように、ちょっとくるっとひっくり返してきます。で、赤の方がちっちゃいから、まあちょっとちっちゃくこう、 書いておいて、R は同じだよね。R。RPQ なんで、RQS ね。こっちが Q で、こっちが S になる。つまり、Q と S がちょっとこう、くるっとひっくり返ったような状態。で、こうなってるんですよ。出してくるとね。で、今回は、三角形の合同の証明ではなくて、掃除の証明です。で、ここに書いたんですけど、掃除の証明は90%ほにゃららでと書きました。あのね、三角形の合同条件。 三角形の相似条件ってそれぞれぞつありまますす皆さんいけますか合同条件と相似条件これ絶対覚えてください条件に関してはねで明らかな違いがあって三角形の合同条件って絶対辺の長さを使うんですよ3組の辺の長さ2組の辺の長さ1組の辺の長さもちろん角もセットになるけどねだけど相似はちょっと特殊で2組の辺の比1組の辺の比最後は 変の比を使わないのが出てくるんだよね。書くだけで勝負ができるのが、証明にある、あと、条件にあるんですよ。掃除は。で、公立高校の掃除の証明だったら90、90%書きましたけど、本当はもっといきます。99%書くだけで勝負します。変の比を使うほどのはめちゃめちゃレアです。だから、二組、二組の角度が同じさえ言えれば、掃除はいけます。 それ探しに行こうぜって話。で、しかもね、これ公立高校の入試あるあるだと思うんだけど、二組じゃ一組に関してはもう明らかにすぐ見つかるんだよ。そうできてる。で、もう一組がちょっとややこしくなってるのね。で、もし、受験本番ね、時に一組しか見つかんないってなっても、そこまで書きないよ、絶対に。部分点もらえるからね。証明って5点とか多いとかと7点、8点とか10点とかあるんだけど、10点配点だったら、一組、えっと、一つ目の、 条件変えておけば2点か3点ぐらいもらえることあるから。一回一 ?1 点でもかすめ取ってくる。これすごく大事だからね。で、前置きが長くなっちゃったんだけど、今回、ここの部分、ここね。で、同じなんですよ。こことここだから。だから、一組目はもうすぐ分かる。で見て分かるも重なってるからね。まあ、重なっているのを共通な角なんて言い方をするんですけど、これは分かると。じゃあ、もう1個、どっちかなって考えるんです。どっちかなっていうのは、この Q と P、つまり尖ってる ここここここの赤ののこ赤こと P のここで勝負するかこっちね S だからこっちの中のこことおっきな青の×の角どっちで勝負するかなって考えるんですけどこれは今回こっちでいきますここですここの黒丸を同じで勝負しにいくでももちろんこれいきなりさこんな中途半端なところは同じって言えないんですよじゃあどうするかなって考えた時に間に入ってもらえる子がいます それがどの子かっていうとこれあれか色変えとこうかこの子ですここの角度ここねここですこいつが間に入ってくれますでなんでかっていうとここの角度こいつとこいつここの黒丸ねここって同じになりますなぜかっていうとここのねえ BQ この子の円周角だからです。これ円周角の定理を習ってない方は、ぜひ円周角の定理の動画ね、下に貼っておきますので、そっちちょっと見てきてください。本当は円なんだけど、もともと習うときは。円の個にある2点、こう BQ ね。同じスタート地点から出ている外に向かった線、こういうね、外にボーンってぶつかってる角だったら、どこに持ってっても円周角は同じになります。だから円周角の定理でこう一緒なんです。あ、そっか、こいつとこいつと一緒なんだって。 で、もう一個。じゃあ、こいつとこいつが同じって言えることができれば、同じ、同じ、お前だ間に入ってくれるから、ここも同じじゃんって言える。じゃあ、なんとかして、こことここ同じになんないかなって考えた時に、円を使ってるんだよね。円で絶対と言っていることを使うのが半径の長さです。で、今、ここ中心。ってことは、ここ半径だよね。OA。つまり3です、長さが。ここ o q も半径だから3ですよね。R3 になっちゃった。3でしょってことは、この三角形 o a q は同じ長さだから二等辺三角形です。二等辺三角形ってことは、ここの角度は一緒ですよね。二等辺三角形、屋根の下の部分の角度は一緒だからね。だから、お、来たと。これで、こいつが間に入ってくれることによって、こことここが繋がったな。よし ね、こ答えまでの道筋ができたから、あとは書いていくんです。いいかい証明問題っていうのは闇く、おっとごめん。闇くもに書かないんだよ。道筋が見えてから、それを言葉で表現していく。じゃないともったいないからね。書いてったのに時間の無駄になってしまうと。いいかなじゃあ、あとは表現していきましょう。まず、宣言します。俺は今からこれの証明しますよってね。 三角形 RQS と、えっと、三角形、えっと、RPQ か RPQ に、えー、ついてだねでこれ間違いいつも言うけどね間違っても1行目の宣言するときにここに、えー、と掃除マークとか合同マークを書かないでくださいそれ書いた瞬間に全部当てても×だからね、まあ、もちろん部分点くれる先生いるかもしれんけど基本的には×です いいいをつけて今はこれとこの三角形について私はやっていきますと言います。でまずさっきの三角形消さなきゃよかったなここまず共通なので同じ角度使ってるからねっていうのを、えー、と共通な角よりって言いますあのこの辺か書,く数あ書く文字多いから早送りで見てくださいね倍速再生使ってもらって構わないんで。じゃあ赤の方が えとここが「srq」にしようか「srq」「srq」で青の方もし対応するのを探すの面倒くさかったらここのアルファベットで調べます「srq」右左真ん中だから右左真ん中でいきます「qrp」これでさっきまず欲しかったこの簡単な方ね赤丸の方をやりましたつまりここまで書いても部分点もらえるからいい で、次がつなぎます。じゃあまず円周角でここねここ一緒ですよねって言いたいのでこ BQ ねこ BQ の円周角よりここね円周角なのでここ行こうか b a q 角 b a q イコール角 b p q にしようか。 えー、BPQ ちょっと狭くてごめんなさい2番あと BPQ だねで次が二等辺三角形でつなぎたいので、えー、三角形 OA ここね OAQ は、えー、二等辺三角形二等辺三角形なので角 OAQ。各 o A Q イコール角角 OQA OQA か o Q A こうねでこれで今書いたのはここが一緒ですここが一緒ですが書き終わりましただから今の2番と3番つなげて2番と3番つなげると欲しかったこことここ一緒ですよねって言えるからまあ角に合わせちゃうかえっ、ー、と赤先に書いてるからこっちか SQR? 角 SQRSQR S ってる S Q R S Q R こっちだから SQR だから、えー、QPR でいいか、Q。出ちゃった QPR これで欲しかった黒丸の方も一緒と言えましたで1番と4番が最終的に欲しかったアイテムなので1番と 4番よりこれで相似条件書きます、えー、2組の角が、えー、それぞれ等しいのでこれですね掃除条件言えたから最後最後言いたかった結論ここで初めて掃除マーク使ってね RQS 掃除えっ、ー、と PRPQ か。 RPQ これで証明が以上となりますいいかなこんな感じでやってみてくださいおそらく、えっと、合同条件と掃除条件だと自分がね教えてた生徒のイメージだと合同の方が好きっていう方が多かったですそうなんか掃除な方も後で習うから難しく感じるんだよねそうだけど受験問題に限って言うと探すものが2つのアイテムなんだよね で、ほとんど角度で勝負できるから。まあ、もちろん辺の比が出てくることもあるっちゃあるんだけど、ほとんどがこっちで勝負できるので、探すアイテムが少ない分楽なのよ。で、書く量も少なくなるからさ。だからね、俺は掃除の方がラッキーかなと思うんですけど、まあどちらにしてもね、解けるようになってくれると嬉しいです。よしじゃあ2番行きましょう。で、これはですね、まあ最初に言ったように、ここに90度っていう条件が入ってて、あと、 ここの OS と BQ が平行になってます。で、この時に、えっと、BR か。ここです。ここ、毎、ま、日、あ、一応 X と置いときますけど、ここの長さ求めてくださいという問題でございます。で、実はですね、この問題非常に簡単です。そうなんですよ。気づければなんですね。で、 今回は使わないんですけど、わざわざ平行な線を持ってきたときに思ってほしいことが2つあります。2つ。で、まず1個は、ピラミッド・オア・蝶々を使えないかなと思います。何かっていうと、自分よくピラミッド、ピラミッドじゃないピラミッドじゃないごめん、砂時計。砂時計型っていう、言うんですけど、これ平行ね。か、蝶々まあ、リボンでもいいです。こういう、ちょっと平行なわなかったけど、平行。 この形が今出てきてるんです。今、蝶々ですよね。あ、ちょ、っとこの横、リボン型。ここに。わざわざ作られてるから、で、これが出てくると、左の三角形、ここね。左の三角形と右の三角形が絶対相似になるんですよ。まあ、長さが一緒だったら合同ですけど、これもそうです。上と下が絶対相似になる。左と右が相似になる。だから、相似比を使って勝負をすることができるんですね。で、それは絶対思ってください。わざわざ平行な線を作ってきた場合は、えーと、砂時計。 もしくは、蝶々型の、ちょ、おい、蝶々型の、えー、掃除表を使っていくんじゃないかなとで。実は今回はそれ使わなくていいんですよ。今回は使わないんですけど、あの、1個の選択肢として思ってください。で、もう1個は、えー、この場合ね、今回まあけ結論から言うと、赤で引くか。ここの三角形、この形です。でしかも、ここに平行線が入ってる。 でしかもね、しかも、ここさ、半径3。半径3だから、同じ長さ、1対1なのよね。この形よ。はい、これ何かっていうと、中点連結定理ですね。同じ1対1になってて、平行線が引かれて、多分教科書とか載ってる時は起き上がってるけどね、ちゃんとね。あの、ピノみたいな形になってると思うんです。ピノ <laughs> 違う。これ、チョコのやつ、思い出す。あ、いいや、いきます。<laughs> きっとコメント欄でみんなが教えてくれるはずだ。 そう。で、まあ、この形になってると。つまりですね、何が痛いかっていうと、この中点連結定になっているとき、ここの比が、1対2で確定します。1対2で確定する。そう。ってことはね、ってことは、あ、結構前使うわ。使って、さっきのあれだね。ここの三角形と、この三角形、ここが相似になるから、ここの比も、1対2になるんですよ。1対2。 もちろんこっちも使わないけど、ここも1対2です。ってことはよ。ってことは。今、ここの部分も3センチなんですよ。3センチ。もちろん半径だからね。それを1対2に分けてるってことは、3、3センチっていう3をさ、1対2に分けてるから、ここ、長さが2と1になりますよね。3センチで分けてるから。ってことはよ。ってことは、求めたいのこの X なんですよ。ここ、直角なんですよ。ここ長さ1で出てるんだよ。 長さ分かってる長さ分かってるちかも直角三角形っていうね一応書き出すわスペースあるし曲がりましたこうねなのでえ結論から言うと三平方の定理を使って x の二乗イコールサザンが 9+1 の二乗で1こっちいきます x 二乗イコール1 0乗を取る代わりに プラススマイナスルルルーートをつけるのがルールです解き方としてはただ長さにマイナスはないので今だからマイナスはいらないからプラスが残りますつまり求めたかった BR 答えね BR 書いておこうかよいしょ BR は1 0ンチでしたよっていうこれだけですねただ気付けるかどうかってとかまた違うと思うんですけど なので、まあ、今回この問題を取り上げた理由っていうのはもちろんね、照明の方も伝えたかったことはいっぱいあるんですが、このわざわざ平行な線を引いてきたってことは、この、えー、砂時計型とか蝶々型、<laughs> 噛むな、蝶々型のその相似っていうのが使えるっていうところと、このね、まあ、今回中点連結定理になってましたけど、これが使えると。で、中点連結定理っていうのは、このちっちゃい三角形と、この大きな三角形が相似なんだよね。 掃除だから、掃除機の問題だからさ、そこが使えるっていう、それがよく、本当によく使う技なので、ここをみんなにね、知ってほしくて取り上げさせていただきました。いいかなぜひね、あの、もし1回目で不安が残った方は、まあ、日にちを置いてでもいいけど、今日中でもいいけどね、後で復習してみてください。では、えー、今回はね、高校受験対策の図形シリーズ第40弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。